どうも、大学生の田島です。皆さんは日々の暮らしの中で何やった時が一番気持ちいいですか？俺はね、ツイッターで万バズした時です。その時のために生きてると言っても過言ではないというか、それがなければね、俺の日常っていうのは白黒なんですよ。万バズはね、彩りを与えてくれます。で、まあ自分ね、YouTube だけじゃなく、Twitter もね、まあ宣伝用ではないんですけど、やってるんですが、最近はね、もう万バズとか、あんまできなくなっちゃったんですよ。赤いバズと青いバズがあって、赤いバズはできるんですけど、青い綺麗なバズはできなくなっちゃって、まあ、アカウントがね、赤に染まっちゃってるからなんですよ。で、また青いバズしたいなって思ってね、今回こんな企画考えました。未来人アカウントでバズろう。まあ、Twitter でちょいちょいバズってますよね。未来人アカウント。未来から来ました。質問とか答えます。みたいな。あれでバズろっかなって。思います。で、まあ未来人はね、もうすぐに未来に帰んなきゃいけないんですよ。忙しいんで。なんでまあ期間としては3日間。3日間でまあ、社会現象を巻き起こしたいね。俺のその未来人アカウント中心に、もうツイッター、世論が動くみたいな、大バズり狙っちゃいたいと思います。まずはね、アカウント作っていきたいと思います。アイコンとね、ヘッダーはなしでいいと思うんで、まず自己紹介からか。まあ、多分大切なのが何個かあって、未来の何年から来たかっていうの、これも結構センス問われると思うんですよ。遠すぎてもね、あれなんで、3500年の未来から来ました。今日が1月10日なんで、まあ、1月12日に帰らなければなりません。それまでに使命を果たしたいと思います。これいいかな？で、名前なんだけど、TJ にしようかな。せっかくだし。田島。伏線だよね。はい、こんな感じかな。どうですか ?TJ。3500年の未来から来ました。1月12日に帰らなければなりません。それまでに使命を果たしたいと思います。なかなかいいんじゃないですかね。で、まあ誰かフォローした方が多分、滅ばされたり、話題になったりとか、その人からしやすいと思うんだけど、やっぱり誰かをフォローするのって未来人しないと思うんで、地道にね、見つかるまで面白いツイートしていって、何個かはね、とりあえず皆さんに今お見せしたいと思います。一つ目できました。はじめまして、ここがいわゆるツイッターと呼ばれる場所で合ってますか？3日間しかありませんが、未来人としての使命を果たしたいと思っています。いいんじゃないでしょうか。やっぱ未来人で検索する人多分いると思うんで、エゴサにも引っかかるようにしたのと、あとツイッターってで多分3500年の未来からしたらもう古代のものじゃないですか。だからツイッターと呼ばれる場所で合ってますかみたいな。世界観が出来上がってきましたね。あと2つぐらいとりあえずツイートしようかな。2つ目できました。ほう。2022年の流行を観察していますが、なかなかに興味深いものがありますね。なんていうかやっぱ達観した感じの外国旅行行ったような観光気分ですよね、まだ。未来から来たばっかなんで。はい、できました。質問などあれば答えさせていただきます。まず一つ目に、ツイッターで未来人を受賞している方たちを何人か見させてもらいましたが、あれらは偽り人で間違いないと思います。これで俺の信憑性がグッと上がりました。バズに一歩近づいたと思います。まあ、この調子でね、まあ、今日、明日、明後日、貴重な3日間使って、どんどんツイートして、大バズりしたいと思います。まあ、3日後にね、一気に結果発表したいと思うので、途中経過とかは飛ばしたいと思います。じゃあね、3日間頑張ってきます。はい。ということでね、未来人アカウントを運営して3日間が経ちました。まあ、まずね、どんなツイートをしたのかっていうのを振り返って、最後にね、最大いいね数、そしてフォロワー数、見ていこうかなと思います。でね、まあ、3日間でツイート数が50ぐらいかな。結構頑張ったね。で、1つ目が、これだね。はてさて、質問が来ないならば私の使命について話させてもらえますか。一つは2022年1月12日に起きる出来事について原因を調査し、世界線が変わりすぎない程度に阻止することでございます。まあ。なんていうか来た目的とかはやっぱ明かさないと信憑性が出ないというか人気は出ないかなっていうことでこれをしましたね。ちょっと全部読み上げてると時間かかっちゃうから、パーッと見ていくか。まあ、芸能人の未来とかそこら辺に興味あるのかなっていうツイート。で、歴史についてね。2500年に一度歴史や科学の全てはゼロに戻ります。こういうありそうな出来事を書いていって。で、次ね、未来人です。まあ、未来人ってちょいちょい言っとかないと未来人だと思われないと思って、未来人ですって言います。全てを話すには時間が足りなすぎるのだ。なるほど、YouTube というものが流行っているのですね。先ほど時間がありディスカバリーチャンネルを見ましたが、なんて貴重な映像なのでしょう。ここら辺もなんか良くない？その、未来人がさ、この現代の文化とか YouTube を楽しんでる感じ。ほのぼのするっていう。またおはようございます、未来人です。やっぱ YouTube に関連することを言ったらバズるかなと思って YouTube という職業がについて調べました。直木マンという方、彼は世界の真実を一つ見つけ歴史の教科書に載ることとなるでしょう。良くない？
この時代のラーメンに感動しました。3500年現在植物は一切ありません。太い麺、これは素晴らしい未来人です。変えられるのかということについて答えます。未来は変えられるのです。冷やかしの類をやめてください。私の使命を邪魔するものは、そうですね、時空の狭間に飛ばしちゃいましょうかね。ここはちょっとナナミンみたいな、できるサラリーマンみたいな感じ出したね。めったに怒んないし、すごい優しいんだけど、怒ったらマジ強いよみたいな。未来人なめんなよっていう、愛という言葉が辞書に載っていることに驚きました。まあ、気づきだね。ここら辺は未来のために何かをする行為、現在でいう紙ストローを使うなどは全くもって無駄です。まさか季節という概念が本当に存在したとは。おはようございます、未来人です。何があっても諦めない、楽をしようとしてはいけない。縦に読んでみてください。この時代の言葉遊びを学びました。おならこれいいでしょ。人種についてとか戦争についてとかもね、一応語っとこうかなってことで、人種について、3500年現在2種類のみ。戦争について、資源争いは必要なくなる、死の概念もなくなる。そう、金持ちの娯楽となるのです。海について、2896年の隕石落下により蒸発。ここら辺もいいでしょう。でここでね、最後の日になるよ。未来人です。最後の日になってしまいました。実は使命の件はダメでした。ラーメンとか食ってるからやろうみたいに言われるかなと思って、お茶目な感じの未来人なかなかいないじゃん。いいかなと思って、でまたラーメンの話で、ラーメンという文化は素敵です。未来人からの言葉、常に光は影と共にあるのです。その片方だけでは前には進まない。いいでしょう。たくさんの方々と交流することができてとても嬉しかった。で最後に一つ言いたいことがあります。それは3500年の日本はあなたたち先人方の営みによって形成されたのです。どうもこんなにも豊かで贅沢で希望にあふれた国を守ってくださってありがとうございました。そして私たちはあなた方2022年に生きる人のことを心より尊敬しており、深く敬愛しているのです。本当にありがとうございました。さて時間のようです。未来へと帰りたいと思います。さようなら TJ。 いいでしょう。なんか結構ハートフルな展開になって、最後はなかなかねこう入り込めたというか、すごい楽しかったね。ということでね、まあ元々当初の目的としては未来人アカウントでバズろうというものだったので、最大いいね数とフォロワー数発表したいと思います。まず最大いいね数発表したいと思います。ゼロ。続いてフォロワー数1。時間無駄にした。時間無駄にした。かゆ。途中からもうね、ほんと頭を痛くなっちゃってね、ここ3日間マジで憂鬱だったわ。なんかこんな気持ち悪いツイートずっとしてさ、誰にも見向きもされず、ほんとに頭おかしくなると思った。なんか最近結構 YouTube のさ、動画とかさ、 Twitter 見てくれてる人だったらわかると思うんだけどさ、全然面白いこと言えてないしさ、ツイートとかもひどいじゃん。マジでこれのせいなのよ。もう何もやる気起きない、これのせいで。1日10個ぐらいなんかツイートして、でもどうせ誰にも見られないし、未来人って何言うんだろうとかもわかんなくなっちゃって、これに全体力持ってかれたね。ちょっともう二度とやりたくない、これは。本当に。だから、すっげえ嬉しい、今。肩の荷が下りて。幸せだわ。これのない生活。ちょっと明日から多分、だからまた頑張れるわ。まあ、本当はね、ガチでバズりたかったけど、無理だったね。まあ赤とかに一気になってることを期待してた皆さん、ちょっと申し訳ない。もうリベンジとかしませんが、やっぱ未来人、本当なのかもね。だからバズってる人たちは。TJ ありがとう、マジで。終わって本当によかった。ということで、まあ今日からね、また自分の本赤と YouTube 集中して頑張っていくので、今後ともね、ぜひよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。